じゃあ行きますか。天気悪いな。ねえ、でも雪じゃなくてよかったね。それでまたこの間みたいに雪一面積もってたら、うん、携帯電話持ってきた？持ってきた。いよいよですな。もうでも3回目だから慣れたもんでしょ。別に慣れはしないけど、うん、一呼吸で眠りにつくわけでしょ。飲んだ後ね。産んだ後なの？そうだよ。生まれてすぐバーだってほら、青だよ。見せてくれるから、赤ちゃん生まれたよって。あ、そう。うん、じゃあその時はもうパコって分かれてんの？腹。思うよ。その後眠らされて縫われんだ。うん、いやなかなかですな。なかなかの3回目でしょ。帝王世界怖っ。怖いよ。いやー大変ですな。でもあとは任せろ。心置きなく出産を。やっぱりあれなの、出てきた後はなんかすっきりすんの体。すっきりって痛いからすっきりより痛い方が大きいんだけど。でも身軽にはなるでしょ。次の日くらいまで管でつながれてるから身軽になった分動きが取れる。あ、俺鼻毛出てんじゃない？全部出てる。怖っ。腹割るんでしょ。3回目でしょ。そうだね。怖っ。やだ。1週間ぐらい痛いんでしょ。1週間以上痛い。痛いの。怖っ。やだね。だから痛いから実家に帰るじゃん。ああ辛いことが多いから実家に帰らない。こっちでも別にいいんじゃない？ダメなの？サポートの。なんか沐浴とかしてくれる？みーちゃんの時もクーの時も俺いいや沐浴はって言って一切してくれなかったけど。いいやとは言ってないよ。いいやって言ってたよ。俺今回はいいわ。いやだってやるって言うからいいや。だから今回はいいわって言ったじゃん。いや俺がなんかいいわって言ったんじゃなくて。やるって言うから、うん、いいかなだからいいかなって言ったじゃん。て別に責めてるんじゃなくて やるっていうのはさ、やるっていうのはなんか私やりたいけどやってみるっていう言い方に俺あの時にそう私がやるけどやりたいならやるっていう。いやいいよっていう。なんかそういう言い訳ばっかり。言い訳じゃないですよ。なんか今日辛いからやってっつうならやるけどでやってみるって言うからいやいいかなっていう。すぐ起こすからじゃん。モロ反応が大好きなんですよ。っていうのが好き。
毎回笑っちゃうんだよ。チャイルドシートとベビーベッドお願いね。ああ、ベビーベッド忘れてた。あれ使おうかな。あの向こうのあの木の茶色い柵みたいな、うん、兄ちゃんが踏まないように工夫をお願いします。どうにつければいいの？一回？寝るところどこがいいと思う？ちゃんの部屋だと私絶対また寝なくなると思うんだよね。なあ。私今一番いいなと思ってるのがさ、うん、通路のところなんだけど、あったかいし。通路？あのばあちゃんの部屋の隣。ああ、あそこで寝る？あそこ一番いいなと思って。狭いしね。うん、狭いし、あったかいし、すごい狭くなるよ、トンカリ。だよね、あのベビーベッド置いたら狭くなっちゃうよね。こんなんなるよ、うん、赤ちゃん。じゃあダメだ。あそこはアスレチックで寝れば、アスレチックで、あったかいかな、高いんじゃない、趣味でや。上の網のところにさ寝かせりゃ楽っちゃ楽。嫌なの？楽っていうか、まず登んなきゃならないじゃん。一回ね。おむつ替えれないじゃん、そこで。ベビーベッドっておむつ替えるところでもあるの？うん、とかいろいろできるじゃない。階段登んなくていいからね、基本1階だよね。これでね、寮の方の部屋が暖かかったら寮の方の部屋でもいいんだけど、寒いからな。一番のバーバーのあのちっちゃい部屋なんだよ、うん、あれ開かないんだよな。ちっちゃい部屋って1階の玄関の横の？そうそうそう、あれが開けば相当いい部屋なんだけど、ちょうどいいんだよ、あの寝室にちょうどよくない、あそこ。そう、ちょうどいい狭さで、あ、子供の、いや大人でも、大人でもドア開けてバーンって寝れんじゃん。あったかいし、まあったかいよね、あそこね。まあ暖房費が高え、もう3万いったってよ。高え、ずっとつけてる。あったかくしなさいよ、服で暖かくしなさいよと思うわよ、私は。まだ今年高いしね、上がってるからね。高えな、またもんだな。うん、こういう台に消えていくな。消えていくな。うつまだな。うつまちょっと片付けたら汚して、片付けたら汚してすんのやめてよ。いや俺も気づいたら汚れてんだよ、あれ。ミーだよ、動けないくらいだったよ、このあのあれ、迷路ができてたから、迷路っていうか秘密基地ができてたから。あーめんどくさいな、あれ。あ、めんどくさい、片付けるの。ベビーベッドね、もう嫌だ、何やらがめんどくさくな
でかで撮るで。嫌だったからみーちゃんの時レンタルしたわけ。いいこと考えた。あのふかふかベッドみたくせないんでしょ。うんね、ふかふかは危ねえの。危ねえの、赤ちゃんには。うつ伏せで死ぬの。そう、硬いのがいいの。そう、で硬いあの跡とかはあるんだけど、ふかふかとかにあんまりしちゃうと危ない。おう、でも枠のところ、柵のところには挟まらないようになんかふかふかだといいんだけど。なんか何考えたの。いや、布団をこうやってさ、それをあの茶色ので囲えるだけでいいんじゃねえかな。ちょっと高さ作って。そうそうそう、1枚板かませばいいのかな。いや、待てよ、いいこと思いついたぞ。すごく、うん、ダンボールじゃダメなの。はぁ、ダンボールに締めて、敷き、あの、みーちゃん使ってるやつ。あのさ、うん、アディスパックとかさ、うん、いろいろ買うくせにそこケチんのやめてくんない。私別に今まで何にも言ってこなかったけど、そこら辺なんか、そこら辺にはケチるのに、ああいうのにはお金いっぱい出すのちょっと嫌なんだけど。いや、だからダンボールってよくない。なんか俺、いいわけないし。俺毎年言ってない、なんか毎回ダンボールでよくないって。あの布団を敷いてさ、ダンボールできっちり作れるならいいけど、ダンボール箱でさ、ただのダンボールの箱なんて嫌だよ。嫌だよって、それ嫌だだけじゃないの。嫌だよってことって、上げ下げもできなければ何もできないじゃん。なんか下に何のためのベビーベッドだと思って。上げ下げって何。ガシャンってなるの分かんない、ベビーベッドって。ガシャンと寝てるところのこっち側が下がったりするでしょ。ああ、するする。切り込みつけてさ、こうやって折れるようにしないんだよ。まだゴーストバスターズにお金なんてかけんないよってなっちゃうよ、私。今何も別に文句言ってきませんでしたけど、なんか1万3000円ですか、うん、1個。1万3000円、1万6000円だね。コンビニに寄る時間がない、大変だ。何買うんだっけ。ジュースと喉だ。向かいにあったろ、俺んちの。毎回俺ダンボールっつって、ダンボールでいいんじゃないかな。ベッドちょっと広い方がいいんでしょ。で、あんまりふかふかじゃダメなんでしょ。手前は下がった方がいい。ダンボールだったら怒るよ、やっぱ。ダンボール。面倒くさかったらレンタルにしてください。レンタルにしてください。わかりましたよ。なんとかしますよ。期待しないでって。期待しとく。期待しとくよ。あー、気に合ったかな。名前は1週間以内だよね、今日から。
か。ダッシュスーツ乗ってって。あれ、キコだっけ？キホ？みたいなんだよ、なんでもそうなる記者みたいな。あ、緊張する緊張してきた。いやー、なんか俺って生贄を差し出しにみたいだな、なんか。まだキホちゃん、え繋ぐだか紡ぐだかにそうじゃない。紡ぐ、あー考えたらダサいなと思って。そうよ、つむぐな。もういいよ、ラッセルクローのラッセルもいいな。ああ、ラッセルクローのラッセル、ラッセルクローにそんな思い入れある？ラッセルクローあるよ。グラディエーター、グラディエーター好きなの。一回しか見たことないよ。まもなくですな。まもなく、いや、やだやだ。やだ。嬉しい勘弁、やだ。あ、やだ。本当勘弁願いたいわ。あと何やろさ。本当想像するだけでもやだわ。同じとこ3回金でしょ。そうだよ、恐ろしいな。卵みたく生まれ、卵卵生ならよかったね。それも痛いんじゃない、鶏コケーっていうくらいだから。そうだな、あれはあれで、あれはあれで痛そうだよ。はい、ご到着。はい、ありがとう。お、ここ開いてる。じゃあ、よいしょ。これ出るときぶつけないようにね。お前じゃないんだよ。よーし。また、誰なの？お前だよ、いつもぶけてんの。違うしょ。いつもお前だろ。こうって言ってるしょ。いいの？カメラは後で持ってくる？うん。腹、切ってきます。これが芯なんですね、赤ちゃん。これ顔、わかる？おぉ。これ顔の前にこれ手切る。わかります、わかります。いいね。これが目の玉。ええ。健闘祈る。よし、あ、そう。じゃあね。じゃあね。また後で。またね。はい。